さあ、ヤフー知恵袋で僕への質問を拾ってきました。タック TV って虚言癖なんですか？彼はとても面白いですが、話し方が虚言癖の人間そのものです。こちらの回答に、はい、誹謗中傷、それに対する質問者の返信、どこがだよ、虚言癖って噂があるから質問したんだろうがよ。ブチ切れてるやん。わかりました、はっきりとお答えさせていただきます。東大を蹴ってハーバード大学に行って株式トレーダーを3年間やった後に YouTuber になった僕を嘘つき呼ばわりするなんてひどいですね。僕のお父さんは弁護士なんで、しかるべき対応させていただきます。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部ことタクです。よろしくお願いします。さあ、そんな今日なんですけど、こんな DM 来ました。タクさん、こんばんは。近年 AI に質問すれば何でも返ってくるチャット GPT というのが流行っていますが、僕は学生時代に困ることがあったらヤフー知恵袋を使って質問するのにハマっていました。そんな中、ちょっとおかしな投稿もいくつかネットで話題になっており、質問内容が少し不気味だったり、結構怖い質問を見かけて気になったので、タクさん視点で特集してください、お願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。ヤフー知恵袋ね、懐かしいね。最近だと YouTube のショートとかでも面白い回答をまとめたみたいな流れてくるんですけど、あれ結構見ちゃいますよね。このチャンネルでもなんかの前例とかを調べたくて検索するんですけど、出ない時とかあって、その時の最後の砦っていう感じで使うことはたまにありますね。まあ信憑性あんまない時があるんで、某知恵袋によるととか言っちゃうんですけど、なので今日はそんなヤフー知恵袋について、ちょっと不気味な質問から犯罪の匂いがする質問までいろいろとピックアップしてきたんで、紹介していこうと思います。若干ホラー界です。じゃあそもそもですね、このヤフー知恵袋って何って、ほぼいないと思うんですけど、そんな人のためにですね、ちょっとぴったりな質問あったんですけど、題してヤフー知恵袋って何ですかって、じゃあ君は今何を使ってるんだって話なんですけど、このベストアンサーがですね、ヤフー知恵袋は疑問に思ってることを質問したり、知っている事柄についての質問を回答することで、参加している方がお互いに知恵や知識を教え合い、分かち合えるサービスです。運営の回答ぐらいのマジのベストアンサーなんですけど、これに対するお礼コメント、おまっここいつ永久赤マンした方がいいっすよと。まあこんな感じで結構面白いことがあるんですけど、ここからゾッとする質問ですね、いくつか紹介します。早速1つ目、これ一番有名ですね、犬の溶かし方を教えて、これ怖いのよ。こちら2013年6月、質問の内容は、飼っていた大型犬が亡くなり、火葬も悲しいので溶かして庭に撒くことにしたいと思いました。溶かすのには水酸化カリウムが最適だと聞いたのですが、どのようにすれば手に入れれるのでしょうか。またお風呂で水酸化カリウム溶液を作り溶かそうと思うのですが、お風呂自体が溶けることはないでしょうか。もし溶けるなら何がいいかも教えていただけたらと思います。また溶かすのには水酸化カリウムはどの程度必要でしょうか。犬は大型で50キロぐらいです。急に死んでしまい準備もできてなく、死体の匂いがきつくなる前に処理したいと考えています。ご助言お待ちしております、ということなんですけど、ブレイキングダウンで浴槽だと溶けちゃうから、プラスチックのね、あ、間違えたわ、この質問なんですけど、まあまあおかしいですよね。まず亡くなったペットを溶かすという発想からね、まあ、ちょっと違和感はあるんですけど、犬で50キロって違和感ないですか。めちゃくちゃでかいぞ。調べてみたら、大型犬で言えば、まあ、ゴールデンレトリーバーとかなんですけど、体重が25キロから34キロぐらいなんですよ。なのでまあ土佐犬を飼ってたのか、もしくはということで、この質問に対して、水酸化カリウムは50キロドラム缶で売っています。そもそも水酸化カリウムを排水口に流してはいけません。こういった真面目な回答もあるんですけど、やはりこれ本当に犬ですかと。50キロだと人間の女性並みだな、それ本当は犬じゃねえだろうと、まあ、そうやって質問者を怪しむ声も多く投稿されています。さらに補足の書き込みがあります。妻の親戚などに見つかる前に秘密裏に処理して出て行って行方不明になったことにしたい。火葬業者にも事情があり頼むことができない。水酸化カリウムがダメなら個人で内密に遺体を骨や髪も含めて完全処理できる方法を教えてほしいとかね、そういうのがあるんですけど、もう明らかですね、はい、犬の毛のこと髪って言いますかね、まあ、亡くなった犬の遺体っていうのもねちょっと引っかかるんですけど、やはりどうしてそこまで内密にする必要があるんだと、こういった質問もあったんですけど、特に答えることはなくですね、詳しい説明ありがとうございます。溶かすのは諦めました。今日仕事から帰ってきたら虫がたかってきてましたので、考えるのも疲れましたし、不安は残りますが、アドバイス通り庭に埋めることにしますとだけを駆け残して消えました、まあ、現在では消去されて閲覧できません。ただこれ人だとしたらこんな書き方しないし、多分質問しないんで、個人的には人間の遺体処理を匂わせた投稿なんじゃないかなと思いますね。ヤフー知恵袋を使った怖い話みたいな感じですね。シナ気になったんで調べたんですけど、自分の所有する土地だったらペットの埋葬 OK なんですけど、公共の場所では法律で禁止されてるそうです。まあ当たり前か。多分人の敷地もダメですね。似たようなもので2つ目、なんか怖い質問、はい、こちらは質問内容多かったんで箇条書きにはなるんですけど、いきます。小学校低学年の女の子が欲しがるものといえば何がありますか。子供との
の連絡が何時間ほど取れなかったら心配ですか。子供側の意見ですねこれ。苦しんでる人を病院に届けたら罪になりますか。ならんやろ。睡眠改善薬と睡眠導入薬の違いは何ですか。急に普通です、ね、血液に捨て方ありますか。おっと、舌を切れば声は出せなくなりますか。ああ、血抜きにコツはありますか。いや、何の。死因はいかにして決まりますか。何のって。人は誰でも殺人者になりますかって急に哲学。多分ここでやってますね、まあ、このような質問も同一人物がしてまして、その中にもですね、結婚や匂いを完全に消す方法はありませんかっていうね。これに続いて、訳あって長さ1メーター少し、重さ23キロの大型動物を解体する予定です。風呂場で行おうと思っていますが、解体してから数日間は使うつもりなので結婚や匂い残したくありません。また持ち家ではなく仮部屋ですから、大家さんや次の人、家賃を援助してくれてる会社に迷惑をかけたくありません。完全は不可能でしょうが、検出されない数値まで落とす方法ありませんか。まあ、こういった文章書かれてて、これにネットでは、大型動物じゃないだろう、これ小学生のことだよね、犯罪予告よりよっぽど悪意がにじみ出てるんやけど、そういった声がありました。これも小学生の女の子を誘拐して殺害したのを匂わせる投稿、ただの釣り質問であってほしいですね。次、3つ目、御嶽山噴火の予言。これは2014年9月20日の質問で、岐阜県御嶽山の登山道で今回の噴火に影響がある道はありますか。また噴火した場所に一番近くまで行くにはどの登山道がいいでしょうか。試験ですが、もう廃道になってますが、旧湯川温泉山荘へつながる登山道がいいのではと思ってますが、荒れ果てた山道どうなってるのかご存知の方見えますか、ということで、まあ、ちょっと読みづらい文章ではあるんですけど、噴火後の御嶽山の様子を聞いてる質問なんですよ。この回答には、噴火は1989年ではないの、今年は噴火してないですよねみたいな、まあ、そういった指摘があったんですけど、なぜか質問者は、いや9月に入って噴火してますよと、まあ、噴火後であることを改めて強調したんですよ。で、この質問が投稿されてから7日後の9月27日、58人の死者、5名の行方不明者を出して、戦後最悪の火山災害と言われた御嶽山噴火が起きたんですよ。この質問にはですね、未来人とか予言者として呼ぶ声上がったんですけど、実はこれ質問者本人もですね、この作業を知って、この質問をした経緯を説明します。その内容というのが、お答えします。噴火1週間前ですから、9月21日はその1週間前に水蒸気爆発があったというニュースを聞きました。急がれば口の選ぶ島の二の舞になってしまうと、火口見学を急いだのは確かですとあったんですけど、ただ直近でこの御嶽山による火山性地震が頻発してるというニュースあったんですけど、水蒸気爆発のニュースとかなかったんですよ。これ何だったかっていうと、この火山性地震のニュースを水蒸気爆発のニュースと勘違いしたんですよ。プラス過去に登山を予定していた口の選ぶ島の山がですね、まあ、直前で噴火して予定が全部キャンセルになったと。それを二の舞にならないために、予定を繰り上げるかどうかの判断をするために質問投稿したんですね。要するに、勘違いによる投稿がまさかの現実になって、この偶然がこの騒動を生んだということで、後に本人も予言説というのを否定して、この作業は落ち着いたみたいです。すごいこともあるもんですね。続きまして4つ目、天井からぶら下がる何か。これめっちゃ怖いな。こちら質問内容、3、4ヶ月前から天井に穴が開き、黒いものがぶら下がってきました。掃除機で吸い取ってもまた出てきて、初めは穴が1つだったのに、今は5つくらいあります。これは何でしょうか。母が言うには粉っぽいらしいですというね、写真付きの奇妙なもので、写真を見ると本当に天井から黒い毛糸みたいなものがぶら下がってるんですよ。で、明確に回答なくて解決済みになって、このベストアンサーには、怖いよ、天井裏気になる、ういっていうね、これみたいな、そういった回答が選ばれてて、その後ですね、この黒い謎の物体についてただの釣り質問だろみたいな、まあ、そういった感じで終わるのかなと思ったんですけど、その中でもですね、築年数が経っている古いお家によく見られる天井に敷き詰めてあるタール、これが粘土みたいなものが壁が劣化して落ちてきているという回答があって、実際に建築関係の方も、確かにこの古い住宅の屋根にはタールのようなものが全面塗ってあるというコメントを残してます。ただまあ解決済みにはなってるんで、結局この黒い物体何だったのか不明です。皆さんも天井垂れ下がってきてないか確認してみてください。次、5つ目、口に出してはいけない単語。この質問ね、だいぶ長いんで予約すると、白の開拓っていう謎の言葉を学校で発したらすげえ怒られたというもので、この質問のベストアンサーが、接触しない方がいい組織ですっていうちょっと意味深なもので、ちょっと調べてみたんですけど、白の開拓エントランスっていうサイトあって、開いたらだいぶ仕上がってて、ちょっと気になる方は調べてみてほしいんですけど、他にもこの言葉の意味として、肉体的性交渉の経験がない主に男性を指す名詞っていうものもあって、だからこれ童貞に接触しない方がいいってことなんですかね。次、6つ目、執筆意欲を奪いたい。はい、これ質問史上最低なんじゃないかって呼び声高いんですけど、質問内容が、小説家になろうというサイトで感想欄で辛辣なコメントをして執筆意欲をなくさせるのが質やかな私の趣味です。実際多くの人が更新をしなくなりました。そこで質問です。作家の執筆意欲を奪う感想はどんなものがいいですか。クズ、お前はクズだ。ちなみにこの小説家になろうっていうのは、誰でも小説を投稿できるサイトで、まあ、リゼロとかテンスラとかの有名作品もここで生まれてます。まあ、一般的にはナロー系って呼ばれてるんですけど、話を戻して、この質問のベストアンサーも、構成力や文章力を指摘、〇〇に似てる設定ですねと他作品を挙げるっていうね、これもまた最悪なんですけど、も
もちろんクズすぎてもはや哀れみを覚えるレベルとか、一言で言うと目障りみたいな、そういった批判的な声も多くて、ただ実際現実こういうやつっているんですよ。僕も自分の動画のコメント欄見るんですけど、人がこういうの言われたら嫌だよねみたいな、そういう嫌な感じのことを言う人絶対いるんですよ。ただ YouTube の機能で、その人が自分の動画に他にもコメントしてたら見れる機能あるんですよね。見てみるとどの動画にもそういう嫌味言ってるんですよね。言いたいだけなの、全部バレてますから。だれただまあ気にしちゃう人もいるんでね、こういったクズは一定数いるっていうのもね、開き直っちゃうのがいいかなと思いますね。てめえのせいで喉痛くなっただろうがよ。はい、とまあここまではちょっと話題になった怖い知恵袋の質問なんですけど、知恵袋関係で実際に事件化したもの、これを紹介します。まず一つ目、2008年1月、ヤフー知恵袋で爆破予告を投稿、学校の業務を妨害したとして高校1年の男子生徒が逮捕されたというもので、この爆破予告っていうのが今日午前11時埼玉市立宮原中学校、午後1時に入間市立向原中学校、午後3時秩父市立大滝中学校で合計13人が死にます、校地内に爆弾があります、覚悟しておいてくださいっていう、ね、結構具体的なものでして、ただ登録してるメールアドレスから男子高校生割り出されて逮捕されました。この爆破予告は真っ赤な嘘でして、逮捕された男子生徒は後にですね、爆弾予告が掲載されてる掲示板を見て自分も同じようにやって周りの反応を見たかったと供述します。次、2011年2月、同志社大学、京都大学、立教大学、早稲田大学の4つの大学の入試問題の一部が試験時間中にヤフー知恵袋に投稿されたという事件で、入試問題を知恵袋に投稿した仙台市に住む男子予備校生19歳を偽計業務妨害容疑で逮捕しました。事情聴取で一人で携帯使って投稿した、合格したかったと供述してて、びっくりなのがこの投稿に対して回答あったんですよ。実際に答案用紙にその回答を記入したんですね。もちろんこの回答者は漏洩した入試問題なんて知らなかったんで、しかもこの名門大学の入試問題を解いて回答するってすごいですよね。じゃあ最後に、犯人がヤフー知恵袋で情報収集をしていた逗子ストーカー殺人事件というものを紹介します。こちら2012年11月、神奈川県逗子市にて当時33歳の女性が以前交際していた男による度重なるストーカー被害の末に殺害されたという事件で、この犯人の男は女性と別れた直後の2006年からストーカーをして、2010年に SNS で女性が別の人と結婚していることを知ります。ここから男の嫌がらせはエスカレートして、刺し殺す等の脅迫メールが毎日100通近く届きます。これを受けて女性は警察に相談して、男は脅迫容疑で逮捕されました。懲役1年執行猶予3年の有罪判決が出て、女性の家には防犯カメラも設置されたんですけど、ただ男の嫌がらせは収まらなくて、保護観察中も1ヶ月にわたって1000通以上のメールを女性に送りました。またまた女性は警察に相談するんですけど、今回のメールは脅迫とかの明白な犯罪行為じゃなくて、結婚の約束を破ったことに対する損害賠償請求だったんですね。本当にそういう約束はしてなかったんですけど、警察は犯罪に当たらないとして何の措置も取りませんでした。当時の時代背景として、連続した電話とかファックスとかストーカー規制法で禁止されていたんですけど、メールは対象外だったんですよ。これで警察も対応しなかったっていうのも要因で、この男は女性にメールを送りながら住所も特定しようとしてて、この手段に使ったのがヤフー知恵袋でして、複数のアカウントを使用して約400件にもわたって情報を集めていて、ヤフー知恵袋の他にも探偵を雇って男は住所の特定に成功しました。そっから男のメールはパタリとやんで、住所が特定されたっていうことは知らないのでもう大丈夫だと思って、警察から借りていた防犯カメラを返却しました。この直後にこの事件起きたんですね。しかもこの男は女性を殺害後に自殺して、結果被疑者死亡の不起訴処分になって、この事件は幕を閉じました。この事件ですね、結構他にも問題点浮き彫りになってて、一つが逮捕状の読み上げで、さっきも言ったように最終的にはヤフー知恵袋の探偵によって詳しい住所を特定されて殺害に踏み切ったんですけど、その前一度逮捕された際に警察が逮捕状を読み上げる中で女性の新しい名字と転居先の市を言ってるんですよ。これに対して警察のミスだろうという指摘もあったんですけど、やっぱ逮捕するときにどこの誰に対する犯罪の容疑なのかを言わないっていうのも問題で、曖昧な内容で逮捕できるようになったら人権侵害につながるリスクもあると、なので結構難しい問題ではあるんですけど、ただそれがもし犯人で自覚があったら何をしたかで伝わると思うんですけどね。そしてもう一つが、メールはストーカー規制法の対象外だったってことなんですけど、これね今すごい厳しくなってます。この直後にもですね、メールの連続送信は付きまとい行為として禁止することを規定したストーカー規制法改正案というのが成立して、翌月から施行されたんですけど、事件が起きてしまった後なんですね。はい、とまあ今日はヤフー知恵袋の不気味な質問、実際に犯罪に使われたケースを紹介しました。まあ一応ヤフー知恵袋って禁止事項あったんで、ちょっと紹介するんで気になる方は一時停止してみてください。こちら、はい、ということでした。皆さんが好きだった質問とかあればコメント欄までお願いします。というわけで今日は以上。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。
あやー怖いですよね。あたすがで、つい先日朝起きてコンタクトをつけたらで、焦点が全く合わないんですよで、おかしいなおかしいな、どうも左目の視力だけがおかしいんだ。ですからで、左目のコンタクトを2回取り替えてね、右用のコンタクトをつけてみたりもしたんですけども、やっぱり何も見えないんだ。深刻だ深刻だ。すぐにその後あった仕事を遅らせて眼科に向かったんですけどもで、2時間ぐらいかかりましたかで、右にコンタクト2枚ついてたんですよで、怖いですよで、右目だけ外し忘れて焦点が合ってなかったんだ。怖いな怖いな。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。マジで旗迷惑な客でしたね。お騒がせした人すいませんでした。そんな今日なんですけどね、先日リスニーさんからこんな DM です。タックさんこんばんは。こんばんは。〇〇にまつわるゾッとする系の話が大好きです。ネット系でもやってくださいということで、こちらシンプルです素晴らしいリクエストありがとうございます。このゾッとする話シリーズで言えば、これまでは海山空深海宇宙月夢ゲーム、珍しく長続きしてる企画でして、今までいろいろとやってきたんですけども、全てゴッド界なんでチェックお願いします。今回はリクエストにもあったように、ネットにフォーカスしまして、ネット上で話題になった事件、ネットそのものの怖い部分、某掲示板の怖い話などなど、ボリュームカロテン満点でお届けしたいと思います。ちょっと変な感じになりましたけど、では早速一旦雰囲気をいい感じにしようということで、ネット史上で最も怖い話と言われているもの、八尺様についてまずはご紹介します。皆さんこれ知ってますか？これはもう伝説ですよね。このお話というのが2008年、匿名掲示板2チャンネルのシャレにならないほど怖い話を集めてみないというオカルト板に投稿された、今もなお語り継がれる有名な都市伝説。話自体はすごい長いんで、気になる方は見てほしいんですけど、ちょっと要約しますね。これは投稿者がまだ高校生だった頃の春休みです。祖父母の実家に泊まった時のこと。ある時縁側でぼーっとしてると、どこからともなくポポポポポポポという奇妙な声が聞こえてくる。その方向に目をやると、庭の端の垣根の隙間から帽子をかぶった白いワンピース姿の女性がこちらをじーっとと覗いている。ただ何かがおかしい。その垣根の長さは2メートルくらい。しかし女性の顔はほぼ垣根の上からはみ出している。ただこの時投稿者はそこまで気にはしていませんでした。気にしろよ。そして翌日、その女性のことを何気なく祖父母に聞くと、最初は興味はなさげでした。ただポポポという声が聞こえたといった瞬間、祖父母の態度は急変。急いで誰かに電話をし始めます。それからしばらくすると、祖父が一人の老婆を家に連れてきたんですね。投稿者はその老婆からお札を渡されて、四隅に盛塩と仏像が置かれたお札をたくさん貼った部屋に連れて行かれます。そして祖父から、朝まで絶対にここを出るな、わしらから呼ぶことはないと部屋に閉じ込められてしまいます。投稿者は恐怖のあまり身震いします。ただ不思議なことに、いつの間にか眠ってしまったんですね。そして夜中の1時頃、音とともに目を覚まします。どうやら誰かがドアを叩いてるみたい。しばらくすると、おい大丈夫か、こっちに来てもいいぞ、祖父の声が聞こえ、思わず投稿者はドアの方に近づく。しかしここで昨夜の祖父の言葉を思い出す。この部屋から絶対に出るな。部屋の隅の方にふと目をやると、盛塩が真っ黒に変色している。投稿者は恐怖のあまりその場に倒れ、助けてください助けてください、必死に祈ります。するとその瞬間、ポポッポポッポポッ、あの奇妙な声とともに窓ガラスを激しく叩く音が聞こえます。すぐにその場で気絶してしまったそうです。翌朝ふと目を覚ますと、黒く変色したお札を力いっぱい握りしめていました。その後父親から聞いた話によると、この投稿者が目撃したのは、八尺様という東北のとある地方にしか出現しない正体不明の化け物。見る人によってその姿は様々。2メートルを超える身長と、あの奇妙なポポポという笑い声はみんなに共通しており、一度八尺様に見入られてしまうと、数日のうちに必ず呪い殺されてしまう。この八尺様はその地区の東西南北に設置されている地蔵により、地区から出れないように封印されているそうです。そしてこの一件から10年くらい経った頃、投稿者は祖父から八尺様を封印している地蔵が壊されてしまった、こういった連絡を受けるんです。実はちょうどこの頃から東北以外の地域でもらしきものを見たという目撃談が入るようになったといいます。これはただの偶然なのか、今も八尺様はどこかで次のターゲットを探しているのかもしれません。はい、これが八尺様の概要なんですけど、怖いね。八尺様はこの中で見たことあるよっていうね、もしいたらコメント欄で教えてください。じゃあここからまあ本題なんですけど、ネットにまつわるゾッとする話ということで、やはり僕がネットの闇と聞いて真っ先に出てくるのがダークウェブですね。このダークウェブっていうのは、皆さんが普段何かを調べようと思った時、 Google とか Yahoo みたいな検索エンジンを使ったら比較的どんな情報でも入手できますよね。しかしこの検索エンジンで探せるウェブサイトというのは、ネット全体のたった 10% ほどしかありません。残りの 90% というのがディープウェブと呼ばれているウェブサイトで、
例えば閲覧のためには原則として専用のソフトウェアはいらないんですけど、検索エンジンから見つけることができない技術的にアクセス制限されたものとか、例えばオンラインバンキングの口座情報とか研究機関の内部資料とか有料コンテンツサービスとか、こういったものに該当します。ただそれよりももっと深いところにあると言われているのがダークウェブと呼ばれている、普通の公衆インターネットからじゃアクセスできないようなさらに奥底に隠されたもの、違法な商品やサービスなどを取り扱う闇市なんかがそこに存在すると言われています。このダークウェブで買えると言われているものとしては、不正アクセスによって入手された個人情報、ウェブサイトの承認情報、盗まれたもしくは偽造されたクレジットカード情報、銃器、薬物、ポルノなどの違法な物品、サイバー犯罪で使われるツールやマルウェア、闇バイトの募集、あと実際過去に売られてたマニアックなものでいくと刑務所サバイバルガイドとか、何でも願いが叶う魔法の薬 DIY 性感切除キットとかね、もはやこのダークウェブでは買えないものはないと言われたことまであります。ちなみに余談なんですけど、ダークウェブの発祥の元々のツールってアメリカの海軍が匿名で通信するために開発したオニオンルーティングっていう、この技術がきっかけだと言われています。玉ねぎみたいに何層ものレイヤーによって暗号化と複合が行われるんで、オニオンルーティングっていう名前で呼ばれるようになったそうです。でこのダークウェブ自体の匿名性もそうなんですけど、それに加えて2009年頃からビットコインなんかの同様に匿名性が高い仮想通貨っていうのが急激に広がって、今では売買に関しては昔よりもね足がつきにくくなってると言われています。昔で言うと2013年、この運営者が逮捕されたダークウェブ上の闇市場シルクロードなんかが有名で、このシルクロードが摘発されても同じようなサイトっていうのはどんどん出てきたのと同じように、今でもこういうのっていたちごっこで全然続いてて、そこでどんな犯罪がどのようにして行われているのかとか、昔よりも分かってきたことも増えたとはいえですね、完全に対策はできていないんですよね。まあ、やり取りもテレグラムっていうね匿名性の高いチャットアプリっていうのがよく利用されてると言われています。皆さんもねくれぐれも注意してください。次にこの YouTube 上で起きた事件、やはり王道で言えばあのカルテルを侮辱して殺害された事件じゃないかなと思うんですけど、この発生が2017年の12月、メキシコに住む17歳の人気 YouTuber クアン・ラグナスさんという方が友人らとパーティーをしていたら、突然謎の武装集団に15発ほどの銃弾を浴びせられて死亡するという事件がありました。以前もね紹介したんですけど、まず発端としてはこのラグナスさんがちょっと前にですね、自分の YouTube チャンネルでメキシコで最も成長している麻薬組織カルテルでハリスコ・ヌエバ・ヘネラシオンのボスに対して、俺のチンチンでもしゃぶっとけっつって言ってしまったことが原因だと考えられています。まあ僕も誰が見てるか分かんないということでね、まあ、動画内の発言には気をつけましょうということなんですけど、まあ犯罪者に気を使う言葉もないんですけどね、あとはねこれはちょっとテイスト違うんですけど、もう一つ大きかった事件といえばラース・ミッタン失踪事件です。これは YouTube 史上最も有名な失踪事件なんですけど、発生が2014年の7月、ブルガリアのリゾートで友達と休暇を過ごしていた当時28歳のドイツ人ラース・ミッタンさんが帰国の際空港の監視カメラで映り込んだのを最後に突然失踪するという事件がありました。この映像 YouTube でも見ることができるんですけど、このラースさんの姿が最後に確認できる映像ではリュックと大きな手荷物を持って空港のターミナルに到着する様子は映ってるんですよ。ただなぜか荷物を手放したラースさん逃げるように空港から走り去ります。ちょっと怖いんですよね。その後ラースさんはドイツに戻らなくて現在でも行方が分かっていません。ただラースさん友人とブルガリアに行ったっていう話なんですけど、実はこの時この友人たちは先にドイツに帰ってるんですよ。というのもブルガリアでラースさんはサッカーファン同士の喧嘩に巻き込まれて頭を強く殴られて脳震盪を起こしたんですよね。この負傷が原因でブルガリアに残ったんですけど、その後実はラースさんは母親に電話して自分を殺そうとしてる奴に尾行されてる、銀行のキャッシュカードを止めてくれとかいろいろ話していたんですよ。なので何かしらのトラブルに巻き込まれた可能性が高いというふうに考えられてるんですけど、真相は解明されていません。そして次にまたちょっとテイストは違うんですけど、日本で言うとガーシーの一連の暴走、怖いですよね。暴力行為と処罰法違反の罪に問われた元ガーシーこと東谷義和被告、まあ、これまでの経緯については過去動画をチェックしてほしいんですけど、このガーシーの判決公判が今年の3月14日にありましたね。判決としては懲役3年執行猶予5年でした。当初逮捕された時常習性があるのかないのかというところがポイントになってたんですけど、今回の裁判の際にこの裁判長、借金返済の収益のために配信を継続し常習性は明らか、被害者の人生そのものを脅かす犯罪と指摘、執行猶予としては最長の5年の判決でした。このネットでね力を持ちすぎると暴走して狂気になってしまうといういい事例ですよね。次、まあ、ザ都市伝説なんですけど、予言とかありますよね。日本で言うと以前知恵袋のやつが一個話題になったことがあるんですけど、それが2018年2月に亡くなられた俳優の大杉蓮さんに関する予言というかね、この大杉さんが亡くなる1週間ぐらい前の2月14日にヤフー知恵袋にこんな書き込みがあったんですよ。それが大杉蓮の死亡日は本当にただの偶然だったのかもしれないんですけど、数日後に大杉さんが亡くなるとたちまちこの書き込みが話題になりました。なおすでに書き込みは消去されています。他のネット上の予言者で言うと2チャンネルでは2062から来たと自称する未来人2062、 X では2075年から来たという未来人 YJ、 あとは動画にました2058年から来た国分霊とかね、あと別の宇宙から来た技術2227とか、こういった予言者も現れました。ただまあほぼほぼ予言が外れたりとかからくりがバレたりしてますね。あと海外ではジョン・タイターとか有名ですよね。これを昔動画にしたんですけど、ジョン・タイターっていうのは2000年頃から急にアメリカの大手掲示板に現れた自称2036年からやってきたっていうタイムトラベラーで、タイムトラベルの具体的な方法とかタイムマシンの
設計図がどうとか結構それっぽいことを言ったんですよ。ジョン・タイターに関しては今でも結構信じてる人は多くて、ただ僕的にはね、ネットの預言者っていうのはフィクション多いんじゃないかなと思いますよ。やっぱ何かしらメッセージを伝えたいならガチで未来から来てたらネットに書くかな。ちょっと気になる預言者いましたらコメントで教えてください。ただやっぱりネットの都市伝説とかもありますけど、やっぱ僕が一番ねたびたび言ってますけど怖いなと思うのはやっぱネットの何気ない書き込みですよね。過去にこういったネットの誹謗中傷とかによって人が亡くなったという事例を紹介するんですけど、まず一つが2020年5月、テラスハウスに出演していた女子プロレスラー兼タレントの木村花さんが自宅マンションで亡くなっているところを発見されました。遺書にはごめんね、産んでくれてありがとうと、まあ、綴られた母へのメッセージ書かれてたんですけど、この自殺の理由がテラスハウスを見た視聴者からの過激な誹謗中傷が原因になったと考えられていて、実際この SNS に性格悪い、いつ死ぬのとかそういったことを書き込んだ男性が侮辱罪で起訴されています。あと最近で言うとタレントのリューチェルさんね、発生が去年の7月、渋谷区にある個人事務所で亡くなっているところを発見されて、現場の状況から自殺と判断されました。ただ自殺の理由については確定しているわけではなくて、奥さんと離婚していたりとか、関係者曰くセクシュアリティについて悩んでいた部分もあったとか、当時 SNS では子供を置いてバックられる最低みたいな、そういった誹謗中傷がすっごい多くて、こういったね事件に関しては一言ではなく皆さんもね十分巻き込まれる可能性があるんで、くれぐれも書き込みには気をつけてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はネットにまつわるゾッとする話を紹介しました。最後まとめなんですけど、2024年になりましたけども、我々人間の生活も経済の中心もですね、 AI を含めたネット中心になりつつありますよね。そういった社会なんで、価値観上人間同士が評価し合う時の指標というか基準がリアルとネットで逆転する可能性もあると思ってるんですよね。というのもネットがなかった時代を想像してみてほしくて、例えば仕事で言うと頭が良くて覚えが早い人とか、手を動かすのが得意で他の人には作れないものを作るとかが評価されてたと思うんですけど、じゃあこの逆って何なのかっていうと、要は生身のスペックはほとんど関係なくて、ネット上でのステータスっていうのが重要視されるみたいな、そんな世界が来てもおかしくないのかなと思いますね。この流れっていうのはすでに始まっていて、ネット上で数字を持ってるってだけですごい人なんだと見られたり、ある程度マネタイズもできる時代になりました。僕もねそういった世界にいる YouTuber の身なんで、この未来を完全に否定することもできないんですけど、こういったテクノロジーの進化に応じた人間の生活における価値観とか影響力の変化に対して法律っていうのがまだ全然追いついてないっていうのがやっぱり一番怖いなと思いますね。今後どんどんネットっていうのは進化していって、一個人が持てる力っていうのもますます大きくなっていくと思います。そうなった場合、この大きな力を今の法律で果たしてコントロールすることができるのか、皆さんのご意見もぜひお待ちしております。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。タカさんこんばんは。こんばんは。以前投稿されていた地球平面説の動画見ました。ありがとうございます。かなり面白かったので、次はよく耳にする地球空洞説についても解説してほしいです。よろしくお願いします。ということなんですけど、すいません、地球空洞説の前に僕の脳みそが空洞です。スタートンと全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、シンプルリクエストありがとうございます。嬉しいですね。これまで似たようなやつでいくと、先ほど出ました地球平面説とか、月っていうのは人工天体というもので中は空洞になってるんじゃないか説とかをやってきたんですけど、今日はリクエストにもあった地球空洞説ですね。こちら皆さん聞いたことありますでしょうか。この説について話す前に、小中学とかで習う地球内部に関するちょっとした知識から軽くお話ししたいと思います。まず早速なんですけど、地球内部には何があると思いますか。皆さんご存知でしょうか。そう、メロンパンです。まず地球っていうのは半径が約 6400km あると言われてます。まああると言われてますとかあるんですけど、その中心にはですね、核と呼ばれてるものが存在するんですけど、厳密に言いますと中心から 1200km 以内のゾーンをですね、内核といって、温度が6000度です。主な成分としては固体の金属なんですね。でその外側ですね、大体 1200km から 1500km のゾーンが外核といって、温度は4000度から6000度です。いや30度超えてこんな外暑いのにレベチですよね。でこの外側の主な成分が液体の金属なんですね。そのさらに外核ですね、地球の中心から 3500km から 30km のゾーンにあるのがマントルと呼ばれてるそうですね。ここは観覧石とか奇跡、ガーネットと呼ばれてる鉱物の主に構成されています。でそのさらに外側ですね、つまり我々が今立ってるすぐ下の部分というのが地殻といって、地球上のどの場所かによって岩石の種類が変わってきます。ざっくり言うと地球の内部っていうのはこんな構造になっているよとは言われてるんですけど、さっきからと言われてますと断言はできないんですよ。それには実は理由がありまして、そもそものお話なんですけど、地球内部調べるときってどういった方法を取ってるか、普通に考えたら掘ってんのかなと思うんですけど、実はお察しの通り、地球内部を掘り進んでいくことってすんごい難しいんですよ。まあ、せいぜい掘れても10キロぐらいじゃねえかなって言われてるんですけど、じゃあどうやって調べたのかって言いますと、主に地震波を発生させて振動を地球内部に伝えて、その振動が地上に跳ね返ってくるスピードとか強さによってそこに何があるのかっていうのを推測してるんですよね。頭いいよねこれな。つまり実際に地球の内側にあるものを取り出したわけではなくて、あくまで探査機を使った理論上の推測ということになるんですね。出たよ理論上。僕が橋本環奈さんとデートするのは理論上は可能ってぐらい理論上って幅
広いですよね。で実は地球内部に関する推測とか議論というのはすごい大昔から存在してるんですけど、実際に本格的な調査が始まったのは、まあ、こういった探査機なんかが開発された20世紀以降の話でして、なので地球の内部に関する研究っていうのは割と近年ですね本格的に始まったものだとされてるんですよ。つまり私は何が言いたいか、地球内部の地下奥深くに実際には何が存在するのかについては今でも誰一人として 100% 断言できるほどの確証は持てていないということです。ではここからメインなんですけど、じゃあこの地球空洞説とはどういったものなのか。これはその名の通り、我々が住んでる地球実は内部がぎっしり詰まったものではなくて、まるでゴムボールのように内側には空洞が存在するという考え方になります。ゴムボールが全部空洞かと言われたら難しいんですけど、これもともと古代ギリシャ神話のアンダーワールドってやつとか、北欧神話のスバルト・アールブヘイムとか、まあ読んでない君たちには何のこっちゃだと思うんですけど、地球に何か世界が存在するという考え方はすごい大昔から存在はしてるんですよ。今現在の地球空洞説を世界で初めて発表したのが、いいむっちり急に、1692年ハレー彗星を発見した人、エドモンド・ハレーという天文学者でして、彼が唱えた説っていうのが、地球は厚さ 800km の最外球、中間球、最内球、中心核から構成されて、どの球体もそれぞれ異なる速度で回転していると。これら球体の間の部分は明るく居住可能である、そこから逃げてくる発光ガスというものがオーロラを形成しているっていう説を発表したんですね。でハレー氏はですね、ある日北極と南極ではコンパスがバグると、つまりは磁気の異常が起こってしまうっていうね、この原因を探るためにこんな説を唱えたんですね。でそれに続いて、いっぱいいっぱい1818年、アメリカ陸軍のジョン・クリーブス・シムズという方、この方は地球は厚さ1300キロあり、北極と南極を直径2300キロの開口部を持つ5層の球体があるという説を唱えまして、この時代の説の中では最も信憑性がある説として注目されたんですね。まあ層の球体があるという部分ではハレーのパクリですね。あと割と近年の話でいくと、1968年に気象衛星 ESSA7 が北極にある巨大な穴を鮮明に撮影したっつって、これが地下世界の入り口なんじゃないかっていう風にちょっとした騒ぎになったこともあったんですよ。ディズニーシーの人気アトラクションにセンターオブジアスってあるんですけど、あれの原作になったのが地底旅行という小説なんですけど、これもアイスランドにある火山の火口から地球内部に入れるっていう話なんですよ。まあこれはもちろんフィクションなんですけど、まあ、とりわけですね、昔から今現在でもこの地球空洞説っていうのを本気で信じてる方っていうのは世界中にたくさんいるということなんですね。では地球内部には本当に空洞が存在するのかについてなんですけど、まあ、結論から言うと科学的にはありえないっていうのが今現在最も有力な説です。じゃあ今までの話は何っていう話になってくるんですけど、まだ続きがあるんですよ。ちょっと聞いてくださいよ。まず科学的にこの地球空洞説ありえないよって言われてる理由、これいくつかあるんですけど、まあ、特に説得力があるやつ、これがですね、地球の密度に関するお話でして、まあ、どれぐらい詰まってるかっていう話で、これが18世紀に活躍したイギリスの学者ヘンリー・キャベンディッシュさん、この方がですね、地球の平均密度っていうのはだいたい1立方センチあたり55グラムでありますよって言ったんですよ。で地表にある岩の密度が1立方センチあたり28グラムであるということが分かってるんですよ。つまりですね、まあ、これを考えると地球内部っていうのは岩よりも密度が高くないといけないんですよ。あとは否定派のもう一つの根拠としては、ニュートン力学の万有引力でございます。これは質量を持った全ての物質がお互いに引き合う力を持っているって考え方ですね。落ちてるんじゃない、引き合ってるんだってやつで、まあ、今の物理学の基礎中の基礎みたいな話なんですけど、このまず万有引力っていうのが成り立つには、地球の中心に行くほど重い物質によって作られているっていうことが大前提でないといけなくて、すなわちですね、地球が本当に空洞ということなら、この今の物理学の基礎っていうのが全部否定されることになるんですよ。じゃあもし地球が本当に空洞でしたってなったら、今の物理学ってもう一切成り立たなくなる。こういった逆説的な証明なんですね。他にも否定派の根拠はいくつかあるんですけど、やっぱ一番大きいのはこの2つなんですよね。一番大きいのが2つ。まあ、ちょっと矛盾あるんですけど。だからまあここまで聞くと地球空洞説っていうのはまあないのかなとちょっと思えちゃうんですけど、ただ逆にですよ。地球内部が空洞じゃないと説明ができない現象なんかがあるんですよ。例えばその1つが地震が起きる時に発生する現象なんですけど、っていうのも地震が起こった時って振動が継続して発生するじゃないですか。つまりこれ冒頭でも説明した視覚っていう部分で共鳴が起こってるんですよ。で、まあ、この共鳴っていうのはものすごく低周波なんで人間の耳には聞こえない音ではあるんですけど、この共鳴自体が地球が鐘みたいに空洞じゃないと説明が完全につかないんですよね。確かに空洞じゃないものって共鳴しないじゃないですか。これと似たような話が月で以前動画でも紹介したんですけど、あの月の表面で振動鳴らしたらその後何時間か連続して振動が起き続けたんで、これで実は月も空洞なんじゃないかという仮説が立てられてるんですよ。っていうのもですね、この地球の地殻部分の共鳴については現在でも科学者は原因を完全に解明できていないんですね。さらに言うと地球内部の空洞にですね、未確認の生命体、俗に言う地底人が住んでるんじゃないかっていう話があるんですね。まずはこちらをお聞きください。
これは1989年ですね。ロシアがまだソ連だった時代に、ソ連の技術チームがシベリアで地殻調査を行った際にですね、地下 14.4km の地点で録音したとされてる音なんですけど、もうまるで何百人単位の人間の叫び声みたいな。で、この音声がその後ですね、地獄の声って名付けられて世界中で話題になったんですけど、ただこの音声後に解析した人がいて、その結果ですね、1972年イタリアで公開された処刑男爵っていう映画の音声を加工したただのデマじゃないかっていう疑惑が上がりました。ただそのソ連の調査チーム曰くですね、この音をちゃんと地下でマイクで録音しましたって言ったんですけど、温度が1000度ぐらいのとこだったんですよ。普通に考えても1000度耐えられるマイクって何って話じゃないですか。その当時とか特にそんなもんなかったんじゃないかなと思って、これちょっとデマじゃないかなと思いますね。ただ一つすごい奇妙な体験談があって、それがリチャード・E・バード海軍少将っていうね、1940年代から50年代にかけて5回にわたる南極調査の指揮を取ったアメリカの軍人、僕の先輩に当たる方なんですけど、結構ねこれ長いボリューミーな話なんで省略するんですけど、時が1946年、バード少将がですね、ハイジャンプ作戦という作戦の途中に南極の上空を飛行していた時のことなんですけど、すごい白い霧が出てて、わあこれどこまで続くんだろう、霧がねえなーなんつってこう飛んでたんですよ。そしたら突然霧がふわーって晴れて、自分南極にいるんですよ。そしたらその上にバリバリ大きな穴が見えるんですよ。でその奥にはあるはずもないジャングルが見えたって言うんですよ。でそこで本部に、大きな川が無数に見える、遠くには大地が見える、そこにはゾウのような動物が親子で歩いてる、いや待て、茶色の毛で覆われてる、まるでマンモスそっくりだ、いやこれマンモスじゃねっつって通信入れたんですよ。その時撮ったとされてる写真がこちらです。はい、これまあ明らかに南極の景色はないんですけど、あとこのマンモスの姿もあるんですよ。これこの10年後にディープフリーズ作戦っていう作戦の途中で、また作戦の途中ですよ、再びこの巨大な穴の世界を訪れたんですよ。そしたら次はですね、自らをアルザル人と呼ぶ巨人族と遭遇して、そこで彼らからもう核兵器絶対使わないでねって忠告を受けて、そのまま葉巻型の UFO に先導されて出口まで案内されたっつって、でその時にまた写真撮ったっつって、こちら結構普通に考えたらファンタジー感満載ではあるんですけど、このバード少将と全く同じ証言をした人も少なからずいたそうなんですよ。あまりにも不思議すぎる体験ですよね。あとは別の話でいくと、2012年ですね、元 NSA、 これがアメリカ国家安全保障局および CIA の元職員だったエドワード・スノーデン氏、この方が NSA の極秘情報を告発した事件、スノーデン事件っていうのがあったんですけど、この時のスノーデン何を言ったか、それが地球のマントルには人間よりも高度な知能と技術を持った地底人が住んでると、で UFO に乗って宇宙に行ってる、彼ら地底人からすると人類の文明や技術は取るに足らないものなんだっていうような告発を行ったと言われてます。やっぱこの話を聞いた時ってなったのが、このオカルト界で昔からある都市伝説で地底王国アガルタっていう話があるんですよ。中央アジアのどこかの地下に存在すると言われてる王国でして、ここに住む種族が僕ら地上の人間よりもはるかに高度な文明を持ってると、かつ UFO のような飛行船乗ってて空を飛び回るっていう都市伝説なんですけど、このチベットとかヒマラヤ山脈とかで UFO とか超常現象がよく見られるのはこのアガルタ人の仕業だっていう風に昔から言われてるんですよ。っていうのはやっぱ都市伝説界隈では宇宙人イコール地底から来てるっていうのはなかなか有力な説ではあるんですね。でこのスノーデン氏が告発した内容っていうのがほぼ完全に一致してるっつって、この時すげえ盛り上がったんですけど、スノーデン氏がどこまで本気だったかって話ですよね。ここはちょっと分かんないんですけど、はい、とちょっとこの辺で今日は止めとこうと思うんですけど、我々の足の下本当に地下の世界が存在すると思いますか？ あとねちょっと付け加えるとしたら、チベットに大昔から伝わる話で、あらゆる悪徳が存在しない伝説の理想郷シャンドラっていう話があるんですよ。いわゆる象徴みたいな感じなのかなって捉えられてたんですけど、今のチベット仏教の最高指導者ダライラマ14世がこのシャンバラについて、目には見えないがこの世界に確かに存在するみたいな、こうワンピースみたいなこと言ってるんですよ。なので一説ではこのシャンバラこそが人間よりはるかに高度な技術を持った地底世界のことではないかという考えもあるそうです。皆さんはこれどう思いますか？地球空洞説は本当か嘘か、地底人は存在するかしないか、この動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。まあ、すごく内容濃くてね、2時間ぐらい掘ってブラジルまで行けそうなんで、補足とかこういう説もあるよねって方はコメント欄お願いします。ということで今日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。テレビで思い出したくなかったんですけど、ほんと先週の話なんですけど、これちょっと怖いというか、なんか良くないこと起きてるんじゃねって話なんですけど、ある方から LINE が来てまして、まぁ、ちょっと名前伏せるんですけど、内容がですね、タックーさんってテレビ出演は全部 NG って本当ですかって来てたんですよ。CBC さんでやってるよと思って。え？って思って。まずそもそもテレビとか恐れ多いんですよ、あんな場所。オファーすら全然来てないです。これ大前提ですよ。しかもテレビ全部 NG とか一言も言ってないんですよ。面白くないは言いましたけど、ですごい気になったんで電話したんですよ。で、話聞いたら、ある有名な番組のゲストで候補に僕が上がったらしいんですよね。ここの企画とマッチしてるんじゃないかってなったら、まあ役職の方というんですかね、その方が、ああでもあの人確かテレビ全部 NG って聞いたよっていう風になって流れたって言ってたらしくて、その人自身が個人的にそうしたのか、その人が誰から聞いたかっていうのはわからないんですけど、そんなことを言いふらしてる人がいるそうなんですよ。見つけ次第ぶち殺します。
全国の匿名さんこんばんは、深夜の放送部コタクです。いや、そもそもオファー来るなんか思ってないんですけど、もしかしたら誰かがあいつテレビ全部 NG だからっつって来るはずのものが来てない可能性があるんですよ。ちょっと怖くないですかこれ。まあ全然 YouTube 好きなんでいいんですけどね。さあ全く出てもないのに干されたって話なんですけど、まあ、以前僕が動画で出したエジソンに関する動画みたいな、いつもより長く著名人とか偉人に関する深掘り動画になるんですけど、今日はですね、先日こんな DM いただきました。タクトさんこんばんは。こんばんは。そうだ、俺解明してたわ。最近デヴィ夫人がウクライナに支援物資を届けに訪問するというニュース見ました。このご時世にどうやってウクライナに行ったのかも気になりましたし、そもそもデヴィ夫人って一体何者なのでしょうか。バラエティに出たりすごい高級セレブにも見えるかと思えば、今回のようなこともしてるので動画にしてくださいっていうことなんですけど、確かによくテレビとかでは拝見しますけど、結構謎に満ちてますよね。まず皆さん、この DM のニュースなんですけど、ざっと説明すると、先月末デヴィ夫人は支援物資を届けるためにウクライナに自ら足を運んだっていうニュースが話題になったんですね。彼女はですね、ご自身で設立した NPO 法人アースエイドソサイティの活動の一環で、首都キエフとか特に被害がひどかった地域に出向いて日用品とか防寒具を届けに行ったんですね。これに危険じゃないかという声もあったんですけど、僕の憶測度もあるんですけど、自分自らが行くってことに意味があったんじゃないかなと思って、物資を届けるという目的だったらご自身が行くっていう必要はなかったと思うんですけど、こういうふうに自分から行動することによってそれが話題性を呼んで、他の日本人とかにも支援とか世界的にそういった興味を促すっていう意図もあったんじゃないのかなと思いますね。で、実際これはすごい話題になったんですよ。で、同時にその後ですね、デヴィ夫人が帰国後すぐにですね、老害発言と書いたツイートがですね、これ話題になりました。これ皆さん知ってますか。まず背景から説明すると、先月の25日ですね、森喜朗元首相が都内に開かれた会合で、こんなにウクライナに力を入れてしまって良いのか、ロシアが負けることはまず考えられないっていうふうな発言をしたんですね。また同じように参議院議員の鈴木宗男氏も同じようにロシアを擁護するような発言を繰り返したんですね。で、これに対してデヴィ夫人が帰国後ですね、これ実際のツイートなんですけど、ウクライナより無事帰国、森元首相と鈴木宗男は老害以外の何者でもない、プーチンと写真を撮ったから友達の国を非難するな、自分が日露の外交を開いたからとバカを言う、ロシアの光線が津軽海峡付近の太平洋に出没している非常時に世界情勢を知らない者たちが救うから日本は遅れを取るのだとツイート。これに世間ではよくぞ言ってくれたぞみたいな声が多かったんですね。まあいろいろこう言いたいことがあるんですけど、この老害っていうこの2文字できっぱり言い切ってしまうあたり、さすがというかデヴィ夫人らしいですよね。老害って結構久しぶり聞きましたけどね。また先月24日の単独インタビューで、この状況でウクライナを訪れるのは危なくないかという質問に対して、彼女は警備がいるから安全だと説明した上で、私は戦争もクーデターも経験しています、怖いものはないと答えました。強い。これが実際どこまで本当なのかというと、これは全部マジの話でして、ぶっちゃけそのテレビのね、イッテQの中だけとかを見るとマダムセレブとか、確かどっかの大統領の奥さんだったっけみたいなイメージがちょっと強いと思うんですけど、今回調べれば調べるほどこの人シンプルにやべえなと思いましたね。ということで、ちょっとここまで前置き長くなったんですけど、本日はデヴィ夫人とは一体何者なのか、その知られざる姿についてご紹介していきたいと思います。まずデヴィ夫人ことデヴィスカルノさん、1940年に東京の麻布区で生まれました。結構日本人離れした顔立ちというか、彫りの深いハーフのような顔立ちなんですけど、がっつり純日本人なんですね。ただ決して裕福な家庭ではなかったと言います。さっきもちらっと言ったんですけど、デヴィ夫人はですね、まず幼い頃に東京大空襲を経験されています。第二次世界大戦ので、初めて知った言葉っていうのは B-29、 これはボーイング製の爆撃機ですね。あの学校でも習いますよね。で、初めて知った感情っていうのは恐怖だと答えてます。幼い弟を背負った母親に手を取られながら防空壕に避難したことを鮮明に覚えていらっしゃるそうです。まあ、そのくらいインパクトのある出来事だったということですね。空襲ですからね、まあ、ほんと経験しないに越したことはないと思うんですけど。で、中学を卒業後はですね、都内の定時制高校に進学するんですけども、それと同時に倍率150倍の保険会社に向かったんですね。で、この恵まれない家計を助けるために休日や昼休みを使って喫茶店などでアルバイトを掛け持ちされていたそうです。だから今のデヴィ夫人を見て、高価な宝石をつけて世界中を飛び回ってすごい羨ましいなって感じる方もいると思うんですけど、まあ、実は夫人自身はですね、過去かなり貧乏な家庭で、これがどれぐらい貧乏だったかってエピソードがあるんですけど、これが以前さんま御殿でお話しされてたものなんですけど、子供の時にお母さんからその辺に生えてる雑草で食べれるもの食べれないものっていうのを教えてもらって、お腹空いたら線路脇とかに生えてる雑草をむしって食べていたそうです。まあ、夫人曰く、今まで人の3倍は努力して、こうした幼い頃の戦争や貧困の経験がどんな逆境でも生き抜く力を与えてくれたと語っています。で、その後ですね、1956年お父様が他界されると、自分の弟をですね、大学に進学させるために自身は高校を中退して、赤坂の高級クラブコパカバーナっていうところでホステスとして働き始めたんですね。で、このコパカバーナっていうお店がいわゆる高級クラブとはちょっと一味違うんですよ。もうさらに上、超高級ナイトクラブっていう位置づけの店でして、まあ、調べたらですね、まあ、そもそも普通のクラブ的な接客方法が違くて、例えば普通のそういったお店だと男性がタバコを持ったら女性のキャストの方とかが火をつけるものなんですけど、ここはその全く逆、タバコに火をつけるのと飲み物を注文する時とかはお客さんの男性がやる場所だったらしいんですよ。何の店それ。それがどうすごいのかっていうのは行ったことも見たこともないんで分かんないんですけど、ただこれ気になる給料なんですけど、当時このクラブですね、水割り1杯の値段が大卒の初任給って言われてたみたいで、デヴィ夫人枠
ですね、当時一晩の給料が大体7000円から多い時で1万円前後、これを当時のレートにすると今で言う20万円ぐらいになるんですよ。でその中でも夫人はこの美貌と頭の賢さ、立ち振る舞いからプリンセスと呼ばれていたと。お店の中でも一目置かれる存在になりました。で海外のそのアメリカの要人みたいなお客さんと帝国ホテルで待ち合わせをしていたそうなんですね。でデヴィ夫人が着いた瞬間ですね、そのアメリカ人の方が一斉に立ち上がって迎えてくれたというエピソードがあるんですよ。ちなみにこの時夫人はですね、戦争に負けたけど私は勝った、アメリカを征服したと思ったそうです。でそんなデヴィ夫人が19歳だった年のある日ですね、彼女が旧帝国ホテルのレストランで友達と待ち合わせをしていたところ、たまたま来日中でそのホテルでパーティーをしていたインドネシアのスカールの元大統領の側近から、あなた大統領と一緒にお茶でも飲みませんかって声かけられるんですよ。いやもうこんなことが普通ないじゃないですか。でそのままスカールの死の隣まで案内されます。だからさっきのお店もそうなんですけど、それだけデヴィ夫人というのが美しかったんですね。でその日はですね、少しお話をして別れるんですけど、そこから3ヶ月ぐらい手紙でやり取りをしていると、ある日ですね、向こうから2週間ほどインドネシアに遊びに来ませんかという手紙が来たと。でデヴィ夫人はインドネシアに行くんですよ。そこでプロポーズされたんですね。そのままインドネシアに残ることになります。こうしてデヴィ夫人はスカルの死の3人目の奥さんになったんですね。これは3人目っていうか3人同時です。っていうのもインドネシアでは一部地域では一夫多妻制が認められています。しかしそんな幸せな日々はつかの間、ここから再びですね、悲惨な事態が訪れます。それが日本でデヴィ夫人っていうのが日本を捨てた売春婦とひどい呼ばれ方をするんですね。これで実家にはマスコミが押し寄せて、そのことから母親が体調を崩して他界、続いて弟っていうのもマスコミからの取材攻撃を苦にですね、アパートで自殺を図ってしまったんですね。でこの時のことを一生十字架を背負うくらい苦しんだと語っています。これひどいですね。でさらに悲劇は続きます。そこからおよそ3年後にインドネシアでは大規模な軍事クーデターが起きました。これが俗に言う9月30日の事件なんですけど、これでスカールの死は大統領の座から失脚して、で身の危険を感じたデヴィ夫人はですね、インドネシアの日本大使館に亡命しようとするんですけど、日本にとってクーデターが起きている国の元大統領の奥さんを保護するっていうことは外交にも関わってくると、それはリスクがありすぎるっていう理由で受け入れを拒否されてしまったんですね。でこれでデヴィ夫人はやむを得ずですね、フランスに亡命しました。ちなみにですね、3年間は自宅で軟禁状態でして、スカルの死は他界されて、その遺書には2人が死ねば亡骸は一つのお墓に埋めよう、大きな木の根元に大きな石を置いてほしい、私は永遠にデヴィと一緒でありたいと書かれていたそうです。で一方命ながらにフランスに亡命したデヴィ夫人なんですけど、やはりその美貌っていうのが目を引いて、パリで開催される社交界に顔を出すようになったんですね。でそこで出会ったフランスの貴族とかイギリスの伯爵みたいな人ともお付き合いするようになります。この頃からもうフランスでも東洋の真珠とか社交界の花と呼ばれるようになったそうです。でそしてフランスで10年ほど過ごして再びインドネシアに帰国、そしてスカルの死から相続された遺産20億円を使って石油関連事業に投資して、そこで再び財を築いたんですね。そして1991年、次はニューヨークへと渡って、そこで5年ほど過ごします。でその後日本に帰国するんですけど、ここでもまた転機が来ます。それが1996年に松田聖子さんのヌード写真集のコーディネート役っていうのをすることになったんですけど、ここで何かしらトラブルがあったと言われてて、で結局松田聖子さんは写真集を出さなかったんですね。で結果全米進出っつってアメリカに行かれるんですよ。これでいやちょっと待ちなさいとブチギレたデヴィ夫人がですね、あんな三流タレントとか、いや愛人と遊んでたんやろみたいな、持ち前の毒舌を吐きまくって、でそれがですね当時全盛期だった日本テレビのプロデューサーの目に留まって、ここから日本のテレビ界からのオファーが殺到するんですよ。いざ出演するとデヴィ夫人の毒舌さと美しさ、このギャップに視聴者は大受けして、出演した番組というのがいずれも高視聴率を記録したんですね。こうして我々が知る芸能人デヴィ夫人が爆誕したっていうことなんですね。えすげえ、追い立ちテレビ、そして僕たちが知ってるところ、それまでもその後もそうなんですけど、僕の人生のどのシーンよりも過激で凄まじいんですけど、これびっくりですよね。はい、とここまでざっくりとデヴィ夫人の追い立ちなんかを紹介したんですけど、ここまで一部ですよ。それ聞いてもイメージガラッと変わりますよね。こんなね壮絶な経験をされてる日本人っていうのは間違いなくただ一人じゃないかなと思いますね。調べてみると他にも意外な一面っていうのがたくさん見えてきまして、例えば国籍なんですけど、さっきも言ったように純日本人なんですけど、ただスカルの氏と結婚されていたんで一応国籍っていうのはインドネシア国籍になります。ちなみに本名はですね、現在のフルネームがラトナサリデビスカルノになるんですけど、元々の名前というか旧姓もありまして、それが根本直子さんなんですよ。当たり前なんですけど根本直子さんのイメージは全然ないですよね。で次に今までの結婚歴についてなんですけど、今までは世界の権力者たちから求められる機会というのはたくさんあったと思うんですけど、実際に結婚したのはスカルの氏たった一人でして、今も法的には離婚してません。いわゆる未亡人の状態なんですね。次にお子さんについてなんですけど、実はスカルの氏との間にカリナサリデビスカルノさんっていうね娘さんが一人いらっしゃいます。何回かテレビにも登場してるみたいなんで、もしかしたら知ってる方いるかもしれないですね。あとこっからはですね全く違う話なんですけど、実はデヴィ夫人一回逮捕されてるんですよ。しかもこれがね割とがっつり逮捕されてまして、夫人がまだアメリカに行った1992年のことなんですけど、フィリピンの元大統領の孫娘のミニオスミナさんという方がいるんですけど、なんとその方の顔面をですねシャンパングラスでぶん殴って37針の大怪我を負わせるんですよ。この原因っていうか理由なんですけど、最初このミニーさんって方がですね、フィリピンの副大統領になるって言ったのをデヴィ夫人が
思わず吹き出してしまったんですね。それきっかけにですね、2人がちょっと険悪なムードになって、で最終的にミニーさんがデヴィ夫人のことをバイタ呼ばわりしたんですよ。これで思わずぶん殴ったと言われています。でこれが傷害罪の罪に問われて、実際に禁錮60日間の実刑判決を食らったと言われています。ちなみに刑務所での生活について聞かれた際には、学生寮みたいで楽しかったわと答えたそうです。だからこの人躊躇なく行くというか、割とマジで危ない人かもしれないですね。牛島君と同じというかね。さらに話題になったものでいくと、2012年大津市の中学2年生がいじめて自殺した事件に関する話で、この事件っていうのが、当時中学2年生だった男子生徒が複数の同級生からいじめを苦に自宅マンションから飛び降り自殺をしてしまったという事件なんですけど、デヴィ夫人もですね、自身のブログでこの事件について触れて、とんでもないのが母親っつって、その母親の個人名と写真まで公開したんですよ。ただですね、その掲載した写真っていうのが完全なる人違いだったんですよ。全く無関係の人だったんですよ。なんでこれ載せたのかは分かってないんですけど、この写真自体、まあ翌日すぐ消されたんですけど、このことからですね、女性がデヴィ夫人に対して1100万円の損害賠償を求めて裁判を起こしました。ただ内容は非公開となってるんですけど、和解が成立したということです。あとこのたびたび話題になるのがブログなんですけど、2018年に TOKIO 元メンバーの山口達也さんが女子高校生に、まあ、お酒飲ました上でわいせつな行為に及んだっていう事件あったじゃないですか。これに関して自身のブログで、たかがキスぐらいで無期限の禁止なんて厳しすぎ、騒ぎすぎて投稿して以降 Twitter が炎上しました。あとは2014年、バラエティ番組の収録中に起きた平手打ち事件、これも話題になりました。だいぶ端折って説明すると、 TBS 系の王様モンスター2っていう番組の収録中に、とあるクラブのホステスの一般人女性が、どうやってインドネシア大統領夫人っていう玉残しに乗ったんですかってデヴィ夫人を挑発したんですよ。まあ、これに対して反発したら、この方が次にですね、じゃあ夫人って肩書きもうやめたらいいじゃないですかっていう風に言ったんですよ。でこれでデヴィ夫人が女性に怒りの平手打ちを3連発かましたんですね。これは被害届が出されて、最終的には200万円で示談が成立しています。このホステスもなかなかなんですけど、まあ今言ったようなこの経験とか、そのいろんな背景がある中で挑発されて、こう感情的になったっていう感じなんですけど、ただこの挑発するような女役を演じるように番組ディレクターから事前に指示されてて、ほとんどやらせに近かったっていうことも分かってるんですよね。いやほんとひどいですねこれはね。まあこれはテレビ番組のやらせの末路という僕の動画見てください。あと不祥事ってわけじゃないんですけど、一つ今ネットでデヴィ夫人から叩かれたら芸能界から干されるみたいな噂ありますよね。例えば噂になったのが、こじるりこと小島瑠璃子さんなんですけど、一時期テレビにめちゃくちゃ出てたんですけど、ある日を境に突然パタッと見なくなったんです。でこれがその原因じゃないかって言われてて、これあれまだ覚えてる方多いと思うんですけど、2013年に放送されたサンマクリームの芸能界個人情報グランプリっていう番組なんですけど、この番組で出演者が特技を披露して競うコーナーがあったんですけど、デヴィ夫人はですね、このコーナーで過去に2連覇を達成してるんですよ。でこの回もですね、デヴィ夫人は当時73歳にして10ヶ月間かけて猛特訓した見事なポールダンスを披露して、もうそれは盛り上がって優勝は間違いないっていうふうに思われたんですけど、最終的にですね、優勝をこじるり決めてということで審査することになったこじるりさんが、なんと、まあ、完全ネタ枠として出演していたアニマル浜口さんをグランプリに選んだんですよ。でこれに対してデヴィ夫人がブチ切れて、収録後にですね、番組を台無しにした整形疑惑の KY タレント KR っていうタイトルでブログを更新しました。しばらくは共演も NG 出してたみたいですね。で今は和解してるっていうふうに言われてるんですけど、これは何らかの力が働いたんじゃないかって噂になりましたね。まあその真相は分かりません。でもう一つ容赦なかったのが、広瀬すずさんに向けての発言なんですけど、これが2016年頃ですね。広瀬すずさんがとある番組で、まあ、裏方のスタッフさんに対して、どうして生まれてから大人になった時に照明さんになろうと思ったんだろう、なんで自分の人生を女優さんの声を取ることにかけてるんだろうというふうな発言をしたんですよ。これが大炎上しまして、これに対してデヴィ夫人がですね、別の番組で、こんな子は抹殺しちゃっていいと思いますよってコメントして世間をざわつかせました。まあ、これは怖いですね。だからこれがそのテレビ界から抹殺ネタじゃないんじゃないかということで、もう叩かれたり共演 NG を食らっちゃうと出演オファーが結構減ったりするんじゃないかなと言われてるということなんですね。ただこれはもう噂の息を出ないというものなんですけど、あとここからはちょっと違う話で、面白いエピソードでもあるんですけど、デヴィ夫人はですね、自分が行ったロケ先でいいものとか可愛いものを見つけると、この持ち主が誰であろうとすぐ買う交渉を知らすっていう話があって、これ以前テレビでお話しされてたんですけど、とある番組でデヴィ夫人と出川哲朗さんが沖縄に行ったんですって。で昼ご飯を食べに飲食店に入って席に着いたら、急にデヴィ夫人が店員さんに、店長呼びなさいって言って、で店長が来たら、このお店にこのテーブルはもったいないから私に売ってくれないって急に交渉しだしたらしいんですよ。で最終的に、いやそれはできませんっていうふうに断られちゃったみたいなんですけど、で他にもハワイに行った時も、店に飾った絵を20万で買い取ろうっていうふうに交渉しだして、デヴィ夫人のメイクさんがですね、やめてください、結局これ持って帰るの私なんですからって止めようとしたら、いやこの大男が持つから大丈夫よっつって、出川さんのマネージャーさんに運ばせようとしたらしいですね。はい、とこんななんかぶっ飛んだ結構自由なエピソードっていうのもあるんですけど、まあ、それだけではなく、まあ、ちょっとプライベートなとこというか、まあ、ちょっと心が温まるような話もいくつもあるんですけど、一つがですね、デヴィ夫人の同居人として知られている口笛演奏者の加藤真里奈さんという方がいらっしゃるんですけど、この方が同居するきっかけになったエピソードなんですけど、まあ、この加藤さんがですね、デヴィ夫人を初めて知ったのは小学生の時で、イッテ Q に出てる夫人を見て、この人に私は会わないといけないと思ったそうなんですよ。でデヴィ夫人についていろいろ調べたりとか SNS とか使ってね、なんとか人を介して紹介してもらえないかという風に長年模索して、で加
藤さんが大学になった時にですね、ようやくつながることができたんですね。でそこからデヴィ夫人に話しかけまくって、もう自分のことを覚えてもらって、で次はですね、加藤さんが自宅から大学まで片道3時間かけて通学してるっていうことを知ったデヴィ夫人から、新しい家を建てたわよ、そこから通えばいいじゃん、あなたの部屋もできたからいつでも来ていいわよっていう風に連絡が来たんですよ。でそこから同居することになったそうなんですね。で同居を始める際はですね、わざわざデヴィ夫人が加藤さんの実家に出向いて挨拶をしたそうです。だからすごいおとぎ話みたいな話ですよね、ファンタジーの。でそこから加藤さんの第二の母のような存在として寄り添い続けて、毎朝起こしてご飯を作ったりとかスケジュール管理をしてくれたり、まあ、何から何までお世話をしてくれたっていうエピソードがあります。で加藤さんは現在口笛演奏者として世界中で活躍してるんですね。毎朝デヴィ夫人があーた起きなさいって言ってくる、最高ですねこれね。であと加藤さんの他にも若い才能を支援するっていう意味合いでイブラグランドアワードジャパンっていうクラシック音楽のコンクールも主催してるんですけど、普通こういうコンクールって参加するのには音楽関係の大学の卒業生じゃないといけないとか、教授の推薦の必要があるみたいな、ある程度一定の条件が必要なんですけど、このコンクールにはですね、まあ、そういった条件は一切設けてませんでして、クラシックの音楽家を目指す日本人なら誰でも参加できるんですよ。このジャンルのコンクールではかなり珍しいみたいですね。っていうのもですね、これをそうした理由としてはやはり音大っていうところは、まあ、多くは幼い頃から楽器に触れる機会があった、このクラシック楽器の習い事ができる人っていうのはやはりそれなりに家庭環境が恵まれてる人だったりとか、困ってる人じゃないことが多いんですよね。ただそれだと社会人になってから音楽家を目指す人であったり音大に通えなかったりする人は、そういったせっかくの才能が埋もれてしまうと、そうした努力した人が報われる場所を作りたいという思いからデヴィ夫人はこのコンクールを主催されてるんですね。でやはりデヴィ夫人自身もですね、貧困な家庭で育ったからこそ同じような境遇の人を支援したいという思いがあられるんでしょうね。あとは冒頭でお話しした支援活動なんですけど、今回のこのウクライナ物資支援の他にもですね、過去にはですね代理理事を務める NPO 法人アースエイドソサイティの活動で2005年のパキスタン地震の時ですね、この時にも自ら訪問して防寒具を1枚ずつ被災者の方に配ったりとか、被災者を支援する目的のチャリティーパーティーを毎年秋に開催したり、他にもいろんな支援活動されています。そんなデヴィ夫人はですね、2月6日に83歳のお誕生日を迎えられたということで、おめでとうございます。ちなみに僕が好きなデヴィ夫人の言葉は、物に感動しなくなったら終わり、生きたままミイラになるっていう言葉があるんですね。これミイラになるっていう表現がすごいなと思って、これって慣れですよね。自分の今の環境にありがたみを持たなくなると、それが当たり前になってくると感動することもなくなるし、うまいご飯が食べれるのが当たり前、ウーバーイーツが届くのが当たり前と思い込むと、やっぱり何事にも感動ができなくなってしまうと、まあ、そうではなく常に謙虚に新鮮な気持ちで自分の目で感動できるものを追求していかないとなと。でこれがあの若々しいデヴィ夫人の若さの秘訣でもあるよっていう話なんですけど、やはりよくインタビューとかで若さを保つ秘訣は何ですかっていうふうに聞かれるらしいんですけど、もちろん体型維持にはきちんと努力をしていますと。外食が多いので家での食事は孫は優しい、これが豆とかごまとかわかめ野菜魚椎茸芋を中心に、糖質はなるべくカットしています、ポルセットでウエストをキュッと締めて胸を高く体を甘やかすニットは絶対に着ませんと。ニット着ないってすごいですよね。そして気持ちの上でも若さを保つことは大事、私は皆さんに1日に10回は感動してくださいと話しています。綺麗なお花を見る、綺麗な音楽を聴く、新聞でいい記事を読む、友達と電話でおしゃべりし合う、どんなことでもいいのです。感動し心が高揚するとリンパやホルモンの動きが活性化されて肌にいい影響を与えてくれます。たくさんの悩みや辛い経験は引き出しの奥底にしまって、仕事も遊びも慈善活動も精力的に、私はそうやって毎日を生きていますということなんですね。まあ、悩みとか忘れてじゃなくて、引き出しの奥底にしまってっていう表現の仕方もまたすごいいいですよね。やはりどんなことにも感動するっていうのは大事ということですね。はい、というわけで今日は以上です。ちょっと今回もなんですけど、自分で話しながらこの人の経歴マジでやばいなと思いましたね。まあ、いろんな経験したくてもできないね、逆境とかを経験されて、それでもなおずっと努力を続けて今のポジションを確立されている。やはり挑戦するのに年齢とかも関係ないと思いますし、元気をもらえますよね。もっとやれること頑張ろうと思いました。ということで今日は以上です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。いやー怖いですよね。私先日ですね、スタッフと食事していたんですけどね、その時突然ブーブーブーってテーブルの上に置いてあったスタッフの携帯が鳴ったんですよ。はい、もしもし、サムラです。僕が堂々と電話に出たんですよね。疲労ですよね。人の電話に出んなっつって、でん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 、リルリル電話がリリトゥナイト、ダンスダンス、あの子とダンシトゥナイト。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。意味が分かんないですよね。今日はそんな電話についてなんですけどね、こんな DM 来てました。タックさん、こんばんは。こんばんは。最近やたらと外国から電話かかってくることがあります。幸い電話には出ていないのですが、調べるととんでもない事件に巻き込まれる可能性もあると記事に出てきました。ぜひ調べてみてくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。これ僕も最近来てて、先月だけでキプロス、インディアナ州エバンズビル、フロリダ州タンパっていうところから来てたよ。そんなとこに友達いたっけみたいな。日本にもおらんのに。はあ。
なので今日はそんな海外から電話かかってくる件とか、あとは過去に流行った絶対にかけてはいけない電話番号、これ多分今あんまないと思うんですよね。まあそういった懐かしい系ホラーシリーズでお届けしていこうと思います。じゃあ早速この DM にもあった海外の電話、国際電話なんですけど、これなんぞやって話で、電話番号って基本的に090とか080で始まって、その後に数字がずらっと続くと思うんですけど、この最初の0のところがプラスに変わってるんですよ。この数字っていうのが各国ごとに決まってて、国番号っていう言い方をするんですけど、日本だとプラス81ですね。で X とか LINE とか認証コードを SMS とかで受け取るときによくこの81が出てきますよね。要するに別の国へ電話かける際はプラスの後に番号を入れて頭の0を取ってくださいねっていうのが世界共通のルールなんですよ。普通携帯にさプラスのボタンないじゃないですか。ただこれって0を長押ししたら打てます。令和一の雑学。まあただ近年こういう国際電話問題になってて、それが今年の6月なんですよ。プラス94から始まる謎の番号からの着信を報告する人が続出してると、これがヤフーニュースで報じられました。でこの94どこかっていうとスリランカなんですよ。これ何が問題なのかっていうと、スリランカ人がこんにちはってかけてくるわけないですよ。これがね、詐欺なんですってね奥さん、まあ怖いっていう感じで、警視庁の発表によると、国際電話による2023年4月時点での特殊詐欺の認知件数、これが162件だったのに対して2023年9月だと2192件と、結構シャレにならないぐらい増えてるんですよ。この詐欺の内容いくつもあって、まあ、一つは詐欺の代表格、架空請求詐欺ですね。例えば NTT とか EU とか携帯会社を名乗る人物からが多くて、未納料金ありますよとか言ってケースされるんですけど、結構ピンポイントで来るんで、いやいや、うちそのまずキャリア使ってないですねなる人もいて、これは騙される人少ないと思うんですけど、怖いのが国際ワン切り詐欺っていうもの。これは国際通話料金を詐取しようという詐欺。仕組みとしてはまずワン切りして、相手に着信履歴を残して折り返し電話を誘うんですね。これに折り返してしまった人は高額な通話料金請求が届くってやつで、中には日本語の自動音声でこのまま待機してくださいって流れて、長く接続されるトラップが仕掛けられてるっていうね、悪質なケースもあります。ちなみにこの国際ワン切り詐欺って、もちろんそれをやってる詐欺グループが諸悪の根源なんですけど、 IT ジャーナリストの三上洋さんという方によるとですよ、日本から折り返した際の国際電話料金、現地の国際電話会社に支払われて、そこで契約してる詐欺グループにキックバックされてるケースがあると。つまり国際電話会社と詐欺グループが組んでるってことなんですよ。国際電話会社が悪の道に走っちゃうとどうしようもないですよこれ。恥を知れた感じですけど、また海外からの電話だと怪しいっつってね、心構えができてる人も多いと思うんですけど、日本からの国際電話で詐欺を働いてくる悪い輩もいて、とにかくね、海外に知り合いないのに国際電話とかでかかってきても出ないようにするっていうのが解決策です。あと固定電話に限るんですけど、国際電話の発信着信を無償で止めるサービスなんかあるみたいですね。もし固定電話めっちゃかかってくるっていう人がいたらやってみてください。はい、と今説明した電話番号を絶対折り返しちゃいけないということなんですけど、過去にはですね、怖いですよでって話題になった学生の時とかよくかけてました。これ電話番号いくつか紹介したいと思います。一つ目、犬鳴きトンネルにつながる電話番号。こちら修羅の国でおなじみ福岡県の犬鳴きトンネルなんですけど、このチャンネルでもね何回も出てきてる国内屈指の心霊スポットですが、ここの公衆電話がね昔あったっていうんですよ。まあ、そこにつながるとされています。で実際ね、公衆電話なんかあったんですよね。今はもうなくなってるんですけど、そこで白い服を着た女性が出るとかね、そういう話があったんですけど、ただよく見てください。この市外局番はですね0123なんですけど、これ福岡じゃないんですよね。怖いですよこれ。っていうのもこの市外局番、これ北海道なんで、この犬鳴きトンネルにつながるっていうのがまず真っ赤な嘘ですね。こちら真相は新千歳空港にある売店の電話番号なんですよ。じゃあなんでこんな噂広まったのかなんですけど、多分ですけど探した感じでは、まず嘘の情報を流したクソ野郎がいたってことで、でこの噂によってあんまりにもいたずら目的の電話が来たっつうことで、電話線が抜かれた状態で放置されて、もう新しい番号にも変更されています。誰がこんな噂流したんだって話ですけどね。だから SNS とかで見つけた電話番号にね、面白がって電話するのは絶対にやめてください。続いて2つ目、1週間以内に死ぬと言われてる電話番号。よですけど、まあ、これはホラー映画リングに登場する貞子に繋がる電話番号なんですけど、ここにかけてしまった人は映画の設定と同じく1週間以内亡くなってしまう呪いをかけられてしまうっていうものなんですけど、これがもし本当だったとしたら、もうテレビから出てきたりとか、もう回線契約して電話、あ、もしもしって家電を使いこなしすぎて逆に笑っちゃうんですけど、これももちろん噂止まりで、まあ、真相は現在使われていない AU の着信試験用番号だそうですね。ちなみに着信試験用番号っていうのは電話回線が正常に機能してるかを確認するためのもので、実際この番号に僕過去かけたことあるんですよ。そしたらなんかボーみたいな、そんな音が鳴ります。これはこれで不気味でしたね。次に3つ目、メリーさんに繋がると言われてる電話番号。皆さんこの有名なメリーさんっていうね都市伝説知ってますか？ただ最近このジェネレーションギャップを感じるんですよ。僕ら世代の人絶対知ってるんですけど、もしかしたら若い方知らない方いると思うんで、ちょっと改めてお話していいですか、ざっくりと。それではいきます。メリーさん、
メリーさんは女の子に大事にされていた外国製のお人形でした。女の子の家族が引っ越しをすることになり、女の子は間違ってお人形のメリーを捨ててしまいました。女の子はとてもショックを受けますが、両親は新しいお人形をまた買ってあげるからとなだめます。女の子はしぶしぶ納得しました。そして引っ越し先、ある夜、女の子に一本の電話がかかってきました。プルルプルルプルル、 Hey, I'm Mary in ゴミ捨て場。英語わかんない、すみません。女の子は気味が悪くなり、すぐに電話を切る。しかしまたすぐに電話のベルが鳴ります。女の子はその夜一人、両親はまだ帰宅していません。両親からの電話だと思い電話に出ます。私、メリーさん、今郵便局の近くにいるの。女の子の家の近くには郵便局があります。女の子はメリーさんがだんだん自分の家に近づいてきてることを気がつきます。怖くなった女の子は母親に電話しようと受話器を取ります。するとほぼ同時に電話かかってきました。私、メリーさん、今あなたの家の前にいるの。女の子は思い切って玄関へと行き、ドアを開けます。誰もいません。やっぱりいたずら電話だったのか、ほっと一安心。すると後ろからこんな声が聞こえます。私、メリーさん、今あなたの後ろにいるの。まあ、こういう話があるんですけどね。まあ、こんなメリーさんに自分から逆突できるという電話番号なんですけど、これもですね、実は貞子と同様に着信試験用番号になります。ただ少し違うのが、今現在使われておりません。で、あとこれ噂の噂なんですけど、携帯キャリア次第では非通知でコールバックがあって、それに出ると私、メリーさん、今あなたのって聞こえてブツッと切れるそうですね。怖い。次に4つ目、ドッペルゲンガーにつながる電話番号。このドッペルゲンガーっていうのは、まあ、見た目とか声が自分と全く同じ人間で、2回見ると死ぬとかね、会ってしまうとオリジナルである自分が消されて自分になり変わったドッペルゲンガーが社会に溶け込んで生活するみたいな、そういう都市伝説あるんですけど、この電話番号実は音質を確認するっていう番号で、喋った言葉が自分の声でオウム返しで返ってくるんですよ。だからドッペルゲンガーにつながる電話番号って言われてます。これなかなか面白いですよね。こちら現在では、こちらは NTT ドコモですってなるみたいですね。あと、まあ、現代ではね、電話使わない方多くて LINE の方が多いと思うんですけど、実は LINE でも過去ですね、登録してはいけない LINE とかありました。その一つが、災いが降り注ぐ LINE の ID 94251あったわ。2013年頃 LINE のサービス開始初期に広まった都市伝説で、この ID を検索してアカウント登録をしたら、あるルールに従ってやり取りをしないといけないというもので、まあ、そのルールが、まず誰ですかって聞いちゃいけない、最初の挨拶はこんにちはと送らないといけない、でアカウントをブロックするときはさよなら、僕の気持ちを受け取ってください、さよならと送らなければいけない、バイク川崎バイクみたいな送ればいいって覚えると覚えやすいです。すごい細かいんですけど、これ間違えたらとんでもない災いが降り注ぐそうです。なんかチェーンメールみたいな感じですね。他にも似たようなもので、亡者の LINE ID、こちらすでに亡くなってしまってる人の LINE ID と言われてて、このルールがあって、決してアカウントを消してはならない、こんにちはと話しかけてはいけない、いつ来るのと尋ねてはいけない、もしこのルールを破った場合、アカウントの向こう側、この世ならざる亡者があなたを迎えに来ることになるだろうと言われてるみたいです。この設定さっきのやつと同じやろこれ。はい、とまあここまでは海外からの電話、そして過去に流行ったね、絶対にかけてはいけない電話番号について紹介したんですけど、他にもシンプルに電話がめちゃくちゃ怖いっていう人いて、最近ではこの電話恐怖症、テレフォノフォビアっていうものがあって、まあ、その名の通り電話かけたり受けたりすることに強い不安とか恐怖を感じる人のことで、これね、社交不安障害 SAD ってあるんですけど、この一種と考えられてて、程度はそれぞれで、友達も家族も嫌っていう人もいれば、もう仕事関係の人だけが嫌っていう人もいて、重症化すると携帯電話そのものが目に入っただけでうわってなるそうでして、原因としては過去電話での対人関係のトラウマがある人が多いそうで、これめっちゃわかるんですよ。卒業したばっかの時ですかね、車買うっつって、やっぱやめますっつって、そしたら先輩から電話かかってきてめちゃくちゃ詰められたことあるんですよ。多分それのせいなんですよね。しかも 100% 俺が悪いっていうね。いやいや、昨日の話だから別にクーリングオフでしょみたいな言ったら、あークリーニングっつってバリ切れてましたけど、まあ、そういう電話越しに上司から怒鳴られた経験とかがあると、その時怖かったことが脳裏にいつまでも残ってて、きっとまた電話が鳴ったら上司からだろうし、怒られるに違いないなと思い込んでしまうものですね。まあ、さらにその状態が続いたら、やがて現実との区別つかなくなって、実際は着信音も鳴っていないのに、わ今電話鳴ったんじゃないかなとか不安感が常につきまとうそうです。まあ、携帯電話っていうのがね、便利になった分、休日とか夜間とか出勤時以外でも仕事関係の連絡取れますよね。結果いつどこでも電話に応じてくださいねみたいな風潮が生まれて、電話への苦手意識がもともとある人からすると、まあ、ちょっと勘弁してくれと、まあ、そういった不安を煽る要素になってしまうということですね。でまたこれがね、文字だけのやり取りでも嫌っていう人もいて、文字だけって感情があんまわからないじゃないですか。それでコミュニケーションのギャップみたいなのが生まれちゃうのも要因の一つじゃないかなと思いますね。皆さんもこういう経験であればコメントお願いします。はい、というわけで電話にまつわるゾッとする話しました。まあ絶対にかけてはいけない電話番号全部嘘だったんですけど、だから宇宙のエネルギーのやつだったような、これから皆さんには宇宙のパワーを送りますみたいな謎謎思いついたんですけど、いいですか。かける分は怖くないけど、かかってきたら怖い電話番号なんだ、コメント欄に分かった人お願いします。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。